第6巻はプロアマ実践三種曲です。対局者は阿部由美子初段、皆さんご存知の阿部義輝九段のお嬢さんです。三種を置かれます方は、アマで剛腕で名を打っております桑村さんです。五段です。では早速実践の方へ。それでは始めてください。今跳ねて伸びたんですね、はい、伸びた手は最近の定石ですか、はい、うん、昔はねこの手でこう継いだもんですけど、はい、今こういうふうにやるようになったんでしょうかね。であなたはどうします、こういうのは。ここでつなぎたいビシッとね、はい、うん、定石ですね、はい、桑村さんはこう押したんですね。珍しい手ですね。そうですね、あまり見かけないです。そうそう、あまり見かけませんね。これは阿部さんはきっと切ったでしょう。いいですか、うん、きついんですけどね、はい、戦いそうですよ。これとこれちょっとちぐはぐしてますからね、はい、実戦は、はい、伸びられた。あ、伸びたんですね、はい、実戦伸びた、はい、あ、ちょっと桑村さんの気合に押されたかな、ね、うん、で、もう一度押もっと押したんですか、はい、あ、それはね、うん、どうでしょうね。ここで切られそうですね、切られそうですね、はい、切ったでしょう。いえ、またここでも伸びられたんですけれど、少し、黒の気合に押されてるようなところがちょっと見られますね、はい、そうですね。こう例えばね、こういうところ切っていくとどうなるかっていうと、こちらの関係ではこう当てたくなるでしょ、はい、ところがこちらへ白が伸びてくるということはね、はい、これがもう大変弱まっちゃうんですよ、はい、だからできればこちらから当てたいんですけども、はい、こうなっていくと今度はこっち側がピンチになっちゃいますから、はい、でただ阿部さんがねここで自重したのは、切っていく手を自重したのはですね、はい、切ると、はい、ここを叩かれるんじゃないかっていうことを気にしたと思うんです、はい、西の両頭叩かれたんですからね、はい、けれどもねこの切りがやっぱり急所になってましてね、はい、ここへこう形を整えますとね、これどうも姿がね、戦いの姿が白がいいですね、だから即座に切るべきだし、はい、切るのを少し自重したいというならせめて跳ねたかったですね、でやはり切ればこう形に整えて、でまたここを狙う、これも狙うというふうに打たれたらね、はい、非常にいい碁になったと思うんですけども、ちょっとね桑村さんすごい気合でいったと思うんですよこれね、ずっと押し切ろうという、ね、うん、まあ、まだ押したんだね、ま、押してこちらをこれはしかしいずれはこうは傷になりますよ、こういうのはね、まだ傷に、まだ傷になりますよ、うん、でもただね、はい、この全体の盤をこう大きく黒一色と見ましてね、はい、
この豪快にこうこの辺りからガーッとこう押し付けていくような気分ね、はい、この気分は変えたいですね。そうですね、僕も3子もいたらこんな風に打ってみたいような気がしますけどね、はい、でもやっぱり部分戦も大事ですからね、はい、こうやはり自重されたらきっと黒がこの辺でも自重つっても今度その必要ありませんからね、これだけ押してれば押しが来てますから、はい、2本押したぐらいでもこの辺りまで打てますからね、この辺りどっちがいいか、まあ、こんな風なんで打てますから、はい、かなり黒が働いた姿になってるわけ で、ね、今度は切ってきてもこちらから当ててね、出ればギュッとこういくというような筋が生まれますからね、これはいいですね。でこの一つを犠牲にしてギューっていっちゃいますからね、これはもう会心の手筋ですね黒が。そうで、まあ、当てまで打たなくてもね、もうそのくらいで十分、もう素晴らしい外勢と実利、もう問題ありませんね。こういうふうに、まあ、打ってほしかったけど少し気負い込みましたかね、で、まあ、安倍さんが少し自重してくれた本だからちょっとそうですついでに回ちょっとね気合で止まんなくなっちゃったかもしれません、はい、それで、もうそろそろ跳ねるか切るかしないですかね、うん、もう一度もう一回伸びた、はい、辛抱強いですね、うん、それででもう一回もう一回、ね、すごい本当にこれですね。それでまあ今度は切るでしょうね、切るか跳ねるか、跳ねる手もありますけどね、まあ切る手がいい厳しいですね、はい、ここでもここで切られた、なぜ切る手が厳しいかと言いますとね、はい、つまりこっちから当ててくるのが本筋なんですよ、この全体の部分のかね、はい、ところがこの筋で全部白地にすれば白だってね、豪快に取れるぞと言ってるわけですよ、これはね、これはそうそうそうやって でもね大きいけど石の気合としてはこうでありたかったですね、こう押してったんですから全部こう、全部くれちゃっても、いやすごいですよこっちだって目がくらむほどでかいですからね、はい、ですからこう打ってほしかった、はい、だけどこう桑村さん筋がいいんでしょ結構ね、切られた時に、うん、こちらから持って、それがね、あのやっぱり筋のいい人の良さでもありまたマイナス点にもなるとこなんですよ、っていうのはねこれ筋がこうチラチラっとこう思い浮かんじゃうんですね、はい、どういう筋が浮かんでるかっていうとね、はい、僕にはよくわかるんですよ、ツケには跳ねよでしょ、はい、でこう二段に押さえましてね、はい、で切りが入ってで、まあ、伸びましてね、そしてこう取った時にこの当てを含みにしてこちらから当てる、はい、こういう筋ですね、この筋の良さがねちらつくんですよ、筋のいい人は逃げた時にそこでこうそういうふうにね、だからその筋の良さがね、はい、こう裏目に出ちゃったりすることがここではよくある、うん、だから筋さえ良きゃいいかっていうとそうもいかなくてね、そのあたりがもう本当碁の難しいところですね、そうですね、筋はいいに越したことはないんですけどね、はい、あんまり過信しすぎますとね、それで伸びましたか。でもあいやあそうか、その手をねやっぱりじゃあ僕の予想通りにいったわけですね。そうですね、こちらから切ると、うんうん、そこから切ればね、はい、あその辺は見破っちゃったということですか、先生はこちらから当たる、ああなるほど、でつないでか、でここをつながれてごもっともですね、うん、そうするともう捨てづらい、こちらから当てる、いや捨てづらいかどうかね、うん、やっぱここでもこう打ちたいですけどね、いや向こうから当てる手でもうまくいけばいいんですが、こちらへこう出てくるのがね、ここがきつくなって嫌なんですよ、この羽が随分長いからいいように思うでしょうけど、いや結構これでねやっぱり両頭に違いないんですこれでね、ですからこういうふうに捨てちゃって打てばですね、まあ小さくはないですよ、決して大きいとは言いませんけどね、いやいや小さいとは言いませんけどね、はい、これやっぱ豪快ですよこれ、さっきと似たように上手だってねこれ嫌ですよ、なんだかあんまり大きくてこれ ね、こっち入りゃこっちができそうだし、こっち入りゃこっちができそうだしね、はい、だからこう言ってみたかったですね、何か生産があったかどうかは分かりませんがね、筋のいい小村さんにしてはちょっと変な打ち方ですね、反対からそうそうちょっとね、いやここが思惑通りいかなかったんでちょっと、うん、
なんかね、狂いが生じたんかもしれませんが、もう都合いってでしょ。え、繋がらない。もう一回、はい。おかしいですね。これ筋違いでしょ。これは切ってこられる。いや、切る手もあるけど伸びててもいいですよ。はい。まあ、繋ぐんでしょ。繋ぐぐらい。この交換が大変ですよ、これ。ね、黙って継いでいてもですね、これ出てくる手はないですから。はい。出てくるのはこうやっちゃって、で出て勢い出るでしょう。はい。これは簡単にこっちアウトでね、これでもいいしね、はい、こんなものは問題じゃないんですよ。こっち大変なんです、中央がね、はい、だからこの怖くない、はい、怖くないっていうことはね、ついでていいんです。繋いでいて、うん、と白どうやるのかね、この辺でも打つのかな、はい、でこうじゃないですね、筋というのはこちらですよ。ここが本筋ですよ、はい、ここが、ね、はい、ここへ石が行かないとこです、これ、うん、石が行かないとこ行っちゃってるね、これね、こうやってこうやって、それからついたね、はい、それから、はい、うん、ちょっとこれおかしい、黒がおかしい、この交換がおかしいですか、うん、はい、これとおよそ矛盾してます、これは黒が反対向きに、反対向き、こっちから行ける、ね、一貫性がないこれにはね、はい、で白はこちらへ渡ったんですね。まあそういうことでね、まあ白はこういう陣地作っちゃってる、黒はなんだか少し心配ですね、うん、でもまあ白も弱いから、はい、これから力で補うでしょうけどね、はい、ちょっと黒少し、思い通りにならなかったというか、うん、そういうところが見受けられますね、はい、さて実戦どういう風になってきましたか、はい、こちらでまた押されたんですね。あ、で伸びられて桂馬に、変じゃないですか、なんかここの押しですぐに桂馬に打ってはいけないでしょうか、うん、そうですね、そうそう、そういうのはね、できるだけ押さない方がいいんでしょ、はい、つまりこういうのは車の後押しなんですね。そうですね、車の後押し打つべからずってやつですね、はい、でも力で補っちゃうからね、桑野さん、まあすぐ行く方が筋合いですね、これちょっとね、一度押されたのはちょっと良くないですね、はい、ここが強くなりますか、うん、そうですね、それから跳ねられますね、あ、それはもう当然ながら厳しいですね、ここ両方、これはまあ跳ねる一手でしょうね、跳ねる一手、でもここで飛ばれたんです、実戦では。うん、嘘でしょ、え本当、はい、これはね、はい、いやこういうのをよく基本的な考え方があるんですがね、はい、つまり考え方としてはね、切る手でうまくいけばもうこれに越したことはないんですよね、こんなところ切ってうまくいくかどうかっていうと、はい、この場合は一気にわっといかれて もうまるで問題になりませんから、切る手はないと、ないと、そうすると切ってダメなら跳ねてみようっつってね、今度は跳ねるようにしようかな、跳ねるように、だから瞬間的に切りがダメがすぐ分かりますから、はい、これは跳ねるしかないと、ただ跳ねる時の心配事は跳ねをこう切りで来るという、そこでしょ、はい、ここがこれは簡単に御用とはいきませんが筋がありますね、はい、筋がいい人なら必ずこう打つという手がありますね、そう、そういうふうに打ちますよね。それで白どうするかって当たりかけて逃げていくしかないっていうぐらいですが、これがね、完全に黒の筋に入ってるわけです。これはお団子になってしまいますね。そうそう、実戦でこの姿は辛いですね。それで次でしょうね、これで白、これもお荷物、これもお団子のお荷物でね、切りもあるしというんで、これはまあ白ちょっと
収集つかないぐらいで、はい、ようや、安倍さんがこう打つとは僕は絶対に思いませんけど ね, ね、だから、はい、切る手はないですよ。切る手がなぜ跳ねるに決まってますよ ね, ね, ねだ安倍さんのことですからね、これはおそらく僕は二段バネしたと思うんですよ。ええ、そしたらとりあえずまあ切りを打つかどうか、まあ切り打つでしょうね。で次のでこれもまあ大体こういうもんですよね。ところは伸びるぐらい、こういうのも当てちゃいけませんがね、はい、で、こうやっとけばこの手が後でまたね、すぐ有力な手ですからね。ここの急所は怖くないでしょう。そこはまあ少しね、気にするところですね。どうやりますか。これは外から黙って何か継ぐのも忌々しいですからね、はい、まあこちらの方へ力を移植したいから、はい、こういうふうにいきたいですかね。切りを防いで、うん、跳ねるぐらいですか、うん、跳ねるかもしれませんね。で、伸びですか、うん、引きですかね、まあ分かりませんけど、次々となりますかね、うん、で次そうですね。それで白も結構荷物ですからね、はい、でこれが忙しいし、うんね、これも忙しいですから、だから結構これ白大変だと思うんですよ、はい、だからここ急所を突かれてもそんなに驚くことはないようですね。こう打てばこれいいですよ、はい、ここででも飛ばれたんですけれど、いやこれはちょっとね格好に惚れすぎちゃったんでしょうね。大体こういう喧嘩になってくるとこう飛ぶ手がバカにいいように思うんですけど ね, ね今お話したようにね、はい、切る手でダメなら跳ねるしかないぐらいに思われた方が、うんはい、でこの手さえ用心して読みがあればね、はい、これはこれはここがねここが、いやここが素晴らしい急所でね、うん、にゅっとこう塗り切られた感じがもうゾッとしますね黒川は、はい、ね。でもでもう一つこの形には急所がありますからね。ねえ、はい、これを気づきでしょ。ここへ打ちたいですね。そうそう、そこへ打ちたいね、はい、で心配なのはこれでしょ、はい、また出てこられると、うん、どうしますこれ。これはこの石は軽いので、うん、このようにあなたに打たしたかったなこれねえ、はい、でまた出てくるでしょうね、ま、でも想像でもここへ打てばそうそう、これいいね黒はね。そうですね、これが、うん、いやしかし実際打ってればこんな風になるんじゃないかと思いますがね、はい、白捨てるよりしょうがないですよ、うん、まあ白だってね、まあ、こちらが勢いがいいですから、はい、捨てても打てるっていう感じはありますけどね。 でも黒はこれいいですね、うん、黒これでよかったね、はい、それをどうやった桂馬でここの出切りを防いだんですね、うんうん、まあ確かに防ぎにはなってますけどね、はい、ちょっと気がない手ですね。そう言っちゃ悪いけど、これ出てくるでしょうな、はい、これは今度打たれると大変ですから。そうそう、まあこれは勢いこうなりますね、はい、もう止まんないでしょ。そうですね、白は逃げる。止まんないね、これ。ここでこう…あ、やらなかった。打たなかった。あ、打ったでしょ。いや、こちらから。あ、なるほど。あ、なかなかあの手ですね。ここはもう手を抜いて、なるほど。いやいや、その考えは、ね、いや、僕は一瞬こうかなと思ったですがね。いや、これは来てからでも結構戦えそうですね。丈夫だから。そうですね。いいとこですね。いや、この辺が黒川さん強いとこでしょ、きっと。うん、ね、はい。いいムードですよ、ムードがまた。またこちらで、これを大きく狙ってね。はい、で、まあ、心配事はここだけですけど、大した心配じゃないかもしれませんね。これは、付け越す手はありませんけどね、こう取られちゃうから、はい、まあ、この辺りはどうでしょうかね。ここですか、もうこういう碁じゃね、まともに打つよりこういうふうに、はい、もうこういうとこを狙いをはっきり言った方がね、はい、これ白ちょっと受けように困るんじゃないでしょうか。そうですね、受けるんでしょうか。そうでしょうね。いや、しかしどうやっても黒が良さそうですよ、これは。こうやってていいんじゃないかな。これえらいいいムードだね。ちょっとここが気になりますけどね、はい、ここだけが狭間が、ね、はい、少し気になりますけどね、はい、でもいいんじゃないですかこれね、ムードしたらどうするかだけですね。こちらの方から見てもいけないでしょうか。それいいね。そうかもしれない。あるいはこういうふうに稼ぎながら攻めるかね、はい、で出てきたら飛んでね、出てきたら、うん、飛んでこっち儲けてるから、まだ攻めていて。これもありますね、作戦的にね、はい。
ここへ打つかと予想されたんですが、はい、実戦は実戦は一間に止まれたんですね。まともに打ちましたか、うん、まともに打ってもしかし悪いようには思えませんね。黒が白がどうするのかって言いたいぐらいで、ちょっとどうやるんでしょう。 ここですかね、はい、大体肩に感じはね、はい、こう打ちましたか、はい、肩について、うん、これしかし危ない手がありそうだけど、分かりますか。これ危ない手ですか。黒から強烈に、さっき先生がおっしゃったように、おどうでしょうか。それきつそうだね。そうですか。ここでしょう。切る手もあるけどね。ここで切る手ですか。切る手もあるんですよ。主張がいいから。こちらが。ただ若干危険を伴う心配がありますがね。はい。いや、ここに切らずに、切らずに来ても困るんじゃないでしょうかね。これ継げばこれひどいからね。はい。これひどいぜ、これ。ここ出られて。これは一貫の割だよ。白は一気に負けちゃうね、はい、だから超えるしょうがないね。白はこうね、で切っちゃえば、あら、まあこれもいいね。上が大きな字になってますね。いいね。またこれがバカにいい手になっちゃったね、はい、こうなると。ちょうど急所に石が来て、ね、どうやってもよかったじゃない、黒、はい、ね、この手 すごいじゃなあと気がつかなかったね、これね。あ、これやったら一発で終わってたかもしれませんよ。でここで実戦に出てくられたんですけど、はい、あ、まともすぎたね、そりゃ、うん、でこれは白ありがたかったでしょ。ちょうど守ってしまって、ちょうどね、はい、ちょうどで、この切りがね、はい、きつそうだけど、この辺りがちょっと効くんですよね。この辺りが、この辺りが、そうするとこうしゃくわれてきて、はい、ちょっとやってみましょうか。いや、例えば切ると、切ると、はい、切るとまともにこうやってくれりゃ黒だってガーってきますからね、はい、いいんですけどね、この辺りでくんですよ。ここで効かすんですね、これしょうがないもんね、はい、これ即座にやってもいけますか。いけますね。取りに行く、はい、これ逃げられないんでしょうか。逃げられませんね。もう一度こちらから、うん、ダメだ。これはずっと押されて、行って好きしてる、主張みたいな感じ、そういう風になっちゃうからね、もう出てもね、だけど、まあ、少し強い人ならそれは異論があるでしょう。例えばね、はい、ここで逃げないで先にこう覗くだと、ここで覗くんですか、でこう継いでくれたら今度は逃げていくぞ、はい、なんていう異論はあると思いますけどね。確かにその通りでね、確かにこれはちょっと白捕まえきれないでしょう。これ覗きつなぎでこちらはない、そういう手もありますしね。いや第一、いや、どこで打つかってこと、あ、ここで打つのか、はい、ここで覗いてね、来られた時に、いや、こうでしょ、あ、はい、こうやった時に覗くっていうね、そのあたりでね、まあ変化するんですよ。しかしこれは例えばどう変化するかって言いますとね、例えば取ってでこう振り返ったとしてどうでしょうか。こっちへ手が回ってくるから、これはかなり白もね、ここは取られましたけどね、かなりさばいてますよ。でこれ包囲されてますからね、生きなきゃならないでしょう。とこれのこっちの方へこう来る具合がね、こうだここを失われたものをここで取り返すという、向こうがありますからね、白は心象持ってますから、だから結構これ黒大変なんじゃないかと思いますけどね。いずれにしてもですね、何かここで積極果敢と打って出たかったですね、黒としては。だからあるいは先に覗きを打ってから切ってみるとか、あるいはここを覗いて、ちょっとこれは気になりますけどね、はい、こちら側はかなり有力な覗きじゃなかったかなと思いますね。ここを狙ってね、繋がせて切る、そういうことで。実戦はこちらからかっこいいというか止めに行ったんですね。ね、まともすぎましたね。ああ、そうですか。これを曲がったりするとどうするんでしょうか。曲がったらね、曲がる手も考えられますね。曲がってもちょっと困るくらいですね。伸びるよしょうがないかな。伸びるぐらいです。なんだか気持ち悪いね、白の方がね。ここがなんか。そういうのもありかもしれないしね。いや、無理に打つ必要ないんですよね。あ、これは今ないですけどね、
いやまあいろいろ考えられますけど、いやとにかく守りたくはないな。やはり先にこう攻めていく、いやこれでもね大きくまとめてごよって桑村さん非常に大きく見るところがありますんで ね、 そうですね、大きくまとめて面倒見たいというような全部取ろうという感じで語は親分肌ですね彼はこう、まとめて面倒見ようと思ったんでしょうけど、うん、これね抵抗されますからね。白もこの辺用心はまあ打ちにくいんでしょうね、こう固めちゃうから。それで打ってから行き安全なんですけど、まあ来たら来た時のことということでこう言ったんでしょうね。はい、そうです。でこうですか、手に跳ねられたんですね。さすがですね、ここが急所の形でね、うん、頭を跳ねて、まあまあ、まともに打てばこの空き三角の愚形なんですけどね、こういうふうに打ってくれるといいですね。そうありがたいですね、はい、こういう図こうちょっとこう予想されたかもしれません。でこういうふうに目調子で ね、そうですね、きっとこういう図を描いたんでしょ。これは気持ちいいですね、気持ちいいです、うん、これは白耐えられませんね。こうやったんですか。はい、跳ね、いや跳ねたんですね。こう、はい、こうね、ちょっと心配はこれだけどね、これとこれね、はい、これしかしね、本当に心配ないのかしらね。ちょっと怖いですね、なんか両方打たれて、ね、どうするつもりだったか聞きたかったね。うん、まあ。さばこうという気持ちなんでしょうけどね、ちょっと危険があったんじゃないかな。こう打つのもしかし打ちにくいんですよね、これでこう固めさしちゃってね、うん、まあそれからこういく手もあるんですがね、はい、この方が良かったかな。これはまともですね、これ切る手はありませんから、こう横伸びが効いてますからね、はい、切ると、こう切ってこう横伸びがね、これは黒がちょっと困りますね。これはこの手とこれが見合いになりますから、はい、取られてしまう、ですから切る手はないんですから、はい、こうやるぐらいでしょうから、うまあこういう形になるんですが、はい、まあ黒も気持ちのいい手はこれですね。ここなんですか。気持ちのいい筋ですねこれが、はい、しょうがないですよこれ。ここ継ぐのかここ継ぐのか嫌になっちゃうのかな、ダメみたいなところね、これ打たれるとそうで困っちゃうからね、だからしょうがないからね。辛いな、しかしまた、どちらもこう愚形になってしまいますね。そうそう、でも仕方がないかもしれない、白はね。で、まあ、しかしその辛さがやっぱり安倍さんは分かってるんですよね、はい、だから黙って跳ねられて、そう、まあ、来たら来た時という感じなんですけど、うん、チャンスでしたね。ここでチャンスですか、チャンスですね、これにとってはやっぱり切らなければ顔が立たんぐらいでしょう。白どうするんでしょうね。ちょっと僕には即座に答えが出ないんですがね。ここら辺は、まあ、当然こう反発しちゃうわけですね。こうやつと、うん、もうこちらへ反発しちゃうからね。あれどうも白が苦しいですよ。これはこう出ていかれますけども、はい、これなんか気持ち悪いですよこれ。まだこんなところ、ね、こっちが第一動きが取れませんからね。そうですね、うん、だからどうもねちょっと問題がありましたね、うん、で跳ねられて、跳ねて黒は実戦ではこちらに打たれたんですが、ね、うん、また筋の良さが裏目に出ちゃったな、うん、さっきのそことね、この筋はいい手なんですけどね、部分的に言ったらもうほれぼれするようないい筋なんですよ、うん、これちょうどこうね、うん、急所急所と来てるんです。もう全部黒の石が来て、こんなに急所に来ててうまくないなんていうのは、信じられないですけどね。これこう筋はいいんですけど、はい、つまり筋がいいだけにね迫力がないんですよ、こういう厳しさがないんですよね、ちょっと筋の良さね、はい、と裏目出たな、これは惜しいね。だからこういう碁でなければ、だからこういう良さがねよく出なかったとこが不運ですね。どうされました。ここで実戦は可決されたんですね。うん、どうしてこれが怖くないんですかね、僕にはよく理解できない、まだ切りがありますか、うん、今は切ったってどうするつもりかというぐらいなんですけどね、怖くないんですかね、と分からないな僕には、怖くないのかもしれないですよ。そう、なんかあんのかね、瞬間僕には見えないんですけどね。難しいですね。なんかいい手ありますか、白に。
で、お互いに打たないんだから、なんかあるんですかね。どうもちょっとわからないな。こうやったんですか。はい。で、黒もやらないの？はい。まだ。黒はこちらに伸びられたんですね。確かにこっちだけ見てりゃ気持ちのいい手ですが ね、 そうですね、これも伸び切りはところで、ね、でこうですか、はい、ずずしくね、あ、ここは守んない、はい、守んない、はい、まだよっぽど自信があるんですねこれ。どうなってるんですそれで。手伸びてから、うん、それでここへ覗かれたんですね。今度は切ろうということでしょうか。そうでしょう。だけどこれなしでどうして切れないかっていうことが不思議ですね。ここですぐにですね、うん、だって普通に考えてね、当たり、逃げてく、に押してく、逃げてくでしょ、はい、で普通に考えてですよ、うん、他にいい手があれば別ですけど、これ何か不都合なことがあるかっていうのはこの辺でご用になれば別なんですよ、これはでもこんなバカな、ね、めちゃくちゃでしょこれ、はい、だからどうも理解できないのところなんですよね。両方でこう随分安全に切ろうとしてますね。こうやってこう切ろうとしてますね、はい、でもこうまともには打たんでしょう黒が。そうですね、繋いでくれると切れるんですけど、ね、こちらで防いで、そうでしょうね、それがいい覗きになっちゃったですね、うん、やはりこれは繋ぐしかないですね。これできられちゃしょうがないもんね、はい、で守られちゃうか。ここいやーこれはちょっと桑村さんのことも思えませんね、よっぽどこう何か考え違いしてたか何か変ですね、日頃の桑村さんの子じゃありませんね、でもねここでももうこう行くしかないじゃん。あ、ここを狙われるか。いやーそういう手があるかな。いやしかし行きたいな、うん、その手を、はい、こう確かにねここからこれがあるんですがね、はい、これ取られちゃダメかな。ちょっとやってみましょう。こうやられる、うん、で継ぐんです、はい、それでこう来られるんですよ。あ、ここで割り込むんですか、うん、でこれをこう受けてると、はい、当たりが効いて継がれて何もなくなっちゃうから、うん、だから勢いこう振り返っちゃうんでしょ。でこれ抜けちゃうんで、この振り返りがどうかっつってるわけですよ。白も相当です ね、 そうですね。黒もしかし豪快に取ってるけどね、うん、真ん中大きいですね。気合と試着を行きたいですよ黒は、うん、気合はね、こちらは捨てても、捨てても、いやまだこれ生還の余地あり生きる余地ありだから、そうです、ね、だからこう気合はこう行きたいんですけどね、はい、気合だけじゃね、つまり切りがあってこの辺がまだちょっと薄いんですよ。ここに切られて、うん、それでねどうも事件がありそうな、まあこれは打たない、後でいつでも来ますからね、はい、ここはそこがあるんでね、怖いですか。怖い。そうやってでこう守られちゃった、はい、ちょうどいいタイミングで守られちゃったね。そうですね。で槍を、うん、あ、それ繋いだか、はい、いやこれは重たい、もう繋いでも迫力ありませんね、うん、顔が出ちゃってますから。そうですね、こんなとこ打つとこじゃありませんね。他へ打つっていう手は、そうです、どっかね他へ打った方がよっぽどいいでしょ。何かこちら、うん、覗き筋かな、覗き筋がいい感じですね。ここいいとこじゃないですか、守るぐらいですか、うん、まあそんな風に何かやってね、とにかくここは軽く引き上げるところでしたね。それを打った、はい、うん、で、こうやって、うん、で、切っていくんですね。なるほど。で、うん、強引ですね。いや、お互いに強引ですね本当でしょうかって言いたくなるくらい
強引な打ち方があるもんですね、お互いにね。これは本当ですか、これ大丈夫かね。これは絞ろうということでしょうか。絞りますか。いや、うまくいかないでしょう。まあまあいいでしょう。いや危ないな、これは借金残しちゃってるね。で白は一旦やめまして、あやめた、そうでしょうな、こっちがね、つなぎ、これはしかしこっち打ちながら考えてられたんじゃないですかね。そうですか、ね、その辺はプロですよ。読み切って、つまり確実に読み切れるまで、よその方でこうやってましてね、はい、こう一手打つごとに何秒かあるでしょ。そうです、その間に読んじゃうんですよ。あ、そうなんですか。もうこれ動いた時はだから観念しなきゃいけませんね。読み切られてる証拠ですから。早く戻らないといけないですね。しかしこれ戻る暇がないですよ。こんなところであるったらてこ、そう、かれて何か挨拶するしょうがないですね。はい、これも卓球に移るんですか。そうでしょうね。でまた白が張ってこられたんですね。はい、これはもう渡るしかないです。そうですね、渡るしょうがないでしょうね。腹立たしいですね、後便にこの守りをね。ちょうどここが竹譜と竹譜で、うん、切れなくなってしまう。そうですね、安倍さんが強いというのか岡山さんが不運というのかね、これも聞かされちゃうでしょうね。はい、そうです、実戦も伸びてこられて、でこうですね、はい、でこんなんでもね、ついでにこれも聞かしたいんだけど、はい、こう打ちたい、あのここがあるのでこうやってトントンの具合があるから打ちたくなるけど、はい、実際うまくいかないんでしょ、これトントンはできないんでしょうか。ここへ切りを打ってこういうふうにいって、それで、こう取ればトンという読みがあるんですけど、はい、これちょっと虫がいいんでしょ。あ、そうですね、ここでどっか黒間違えてるんでしょ、これここで、この時に、その時に出た時に、そう来た時にどうする、この時下がって、ね、うん、そうなんですよ。それでもこうやれば同じじゃないかと思ってる人いると思いますよ。こう取ったらトンですからね、はい、でもこれはここへ繋いでいて、そうそう、でこれをね、はい、先に打ってこうやってこうトンと言いたいんだけども、はい、ちょっと今度はこれ当たりになっちゃうのね、はい、抜いた時にこれが、ね、ここが当たりになりますね。でこう継がなきゃいけないから、繋ぐと先にこちらが取れるということで、これ白こう利かそうとすると黒に手を抜かれてしまうという心配があるんですね、はい、でもついうっかり打ちそうな感じで、そうちょっとここが見えてしまうんですか。効くという感じをちょっと受けそうなね、はい、よく読んでますね、安倍さんもね。だからね、これ瞬間的に間違えそうなところなんですけど、はい、これ打ちたくなるとこう我慢して、はい、こっちでしたか、これですか。この4つを取りに来ました、これね、はい、うん、なるほど、これで攻め合い白勝ちとこう見てるわけですね、はい、でもしかしこれは打つでしょうな、はい、こちらに打って、うん、でここを押さえる、あ、なるほど、そこ、なるほど、それがいいですね。黙ってこちらを押さえた方が、うんうん、いいですね、はい、これで 1,2,3,4,5 手、目の子で勘定してね、白は 3,4,5,6 手ですから、単純計算でもね1手勝ちになってますから、はい、そう、おまけにこの辺がありますから、まあ、2手ぐらい勝ちそうですね、はい、2手じゃ効かないかもしれませんよ。とにかくこれ取られちゃった、取られちゃった、はい、で黒はこれ取られたってのは随分の損害ですね。はい、だってこれ黒字だったんでしょ、大体。そうですね、黒字返事で白字となるんだもんね。であれが残っててね、こちらが大きいですね。これはちょっと夕食こきものがありますね、グラグラさんね。まあ本人もお気づきでしょうけどね、これはきっと、かなり頭にきてんじゃないですか、これは。せっかくさっき黒が攻めてたので、その後は、まあ、取り切っとくぐらいでしょうが、こう取るぐらいですか、うん、まあそんなもんですね。打たなかった、はい、実戦はこちらに、ね、ああ、これはもうね、完全にカッカしてる証拠ですよ。そうですか、もうカーッとしてるからね、もう一途にこれとにかく、たとえ負けても手取りにさせてやろうというような気持ちが勝っちゃうとこうなっちゃうんですよね。これは、これはね、これは黒は負けているんでしょうか、このままで。手抜きで負けですね、これは。そうですか、白は手を入れなくても、なぜかっていうとね、こういうところに打たなきゃなんないんでね、
それでほらこういうとこは関係ないんですよ、手数に1,2,3,4,5 手でしょ、はい、1,2,3,4,5 手ですから変わらないですね、うんうん、だけどここ打てば白がここへ来る、そうするとここへ打ちましてね、はい、で、1,2,3,4 手、黒も1,2,3,4,5 手で黒が今度は1手勝てそうに見えるでしょ、ほら、はい、1,2,3,4 でしょ、こっちは1,2,3,4,5 手でね、はい、ところがねここのところがね、はい、ここが空いてる関係で黒が手がちょっとまずいんですよ、これ、うん、ここで白がだからこう順繰りに詰めてきてね、はい、じゃあやってみた方がいい、こうでこういうふうに来るでしょ、でどうまずくなるかやるとね、こういうふうに順繰りにやってられて、ほらここ行かれない、あここで入れなくなって取られちゃう、はい、こっちも行かれない、取られちゃう、そうですね、結局黒負けちゃうとこういうわけ、はい、うん、それ瞬間うっかりしちゃったんですよ、かもしれないね、いやもう完全にカーッとしてる証拠なんです、これ読むやと思ってるのが取られちゃったからね、こんなにいい気持ちで打ってたし取られちゃったんだから ね、でこれでカッカしちゃったんだね、さらに負けを早めちゃいましたね、白は手を抜いてこちらに、うん、その後はもうだからさっきも言いましたようにここへ白が手が回って動くようになったら大体、はい、これは確保しなきゃいけないというそれぐらいのところです、進めてください、これはもういけませんね、黒がもうここも切られて、うん、もうこれ絞れそうな形なんですけれど、うん、絞ってもしょうがないねしょうがないとこですか、うん、絞ってもね、あとがうまくいかなきゃ何もなんないですね、でこう曲がったんですね、そうで、こうしてで、つなぎ、うん、これは悲惨というしかないですね、また取られてしまいます、これはひどいね、いやしかし桑村さんにとってはちょっと不運なこというかね、いいとこが出なかったですよ、これは、うん、初めの気負い込みが激しすぎたんでしょうかね、うん、こんなにひどい目に遭うほど弱かないはずなんですよ、チャンスはたくさんあったみたいですね、うん、黒山ほどあったように思いますがね、はい、この子はただ安倍さんもね最近非常に調子がいいというか、はい、手を挙げてますね、若いだけに上がりが早いというかね、はい、今初段ですけどね、女の子の中じゃかなり有望視されてるんじゃないですか、197手までで阿部先生の中押し勝ちとなりました、というわけで、結果的にはこういう結果で、白中押し勝ちということで終わりましたね、はい、ご覧になっても分かるようにだいぶひどい目に遭いましたけれども、これどうしてこんな負け方をしちゃったかと言いますとね、やはり序盤の構想といいましょうか、石の方向違いをちょっと気にしなかったようなところがありましてね、つまり序盤で定石にないようなこう一騎凱旋作戦で行っていたのにですね、白にこう切られてから急にこの黒がこう逆行したといいますかね、血の流れとしてはこういうふうにさらにこれを助長していきたかったところをね、はい、逆行したですね、これが白をこういうふうになっていくことによってこの黒凱旋力が全く虚しいものになっていったというところあたりにね、負ける一つの原因があったような気がするんですよ、ですからこれほど強い方でもですね、一つそういう基本的な間違いを犯しますとね、もう何か自分の力がこう出すに出せない、非常にこう苛立たしさを感じるようなね、はい、そういう碁にこうなってしまったという、
まあそういう恒例と言いましょうか、皆さんはですからこういうその強いだけでも碁っていうのは勝てるもんじゃない、やはり序盤の構想とか、いろいろそういったものをね学んで、本当の碁を打てるようになってほしいと、そういうことをこの碁では物語ってるような気がするんですが、いかがでしょうか。以上で全6巻が終了いたしました。このビデオで皆さんが、一つのこう改元といいますか、目が見開けるところがあれば、私は大いに喜ばしいことと思っております。どうぞ一つ皆さんも楽しみながら上達してくださるよう